ようこそ光の仕事人。このコーナーは西関東をはじめ新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日はとっても素敵なドレスを、はい、お召し替えしていらっしゃいました。今日のゲスト、まずは自己紹介お願いします。はい、新保真理子です。はい、ですね、普段は居場所を、みんなが元気になるためにやりたいなと思って20年前から育児をしながら横川さんたちのための居場所を作っていますいました。で、それからずっと、20年経って最近では障害のある方とか、うん、高齢者の方、障害が、ちっちゃい方ですね、はい、ママも子どもたちも来れるような、うん、そんな居場所を作っています。で、名前の方が、ドリームハウスと、あとNPO 法人を、去年立ち上げまして、ガバジコという、地域活動支援センターガバジコっていうことで、四つ小屋の方でそちらの方は活動しています。はい、ありがとうございます。ちょっとね、空気が入るみたいなので、はい、マイクを遠ざけていただけますか。遠ざける、もうちょっとすみません、ありがとうございます。はい、はい、ということで、新保真理子さん、改めましてありがとうございます。はい、でね、ドリームハウスという、まあ、私が住んでいる西区の寺の方で初めてお会いしたんですけれども、うん、それが1号店というか、そうですね、はい、元祖ですよね。そうです、はい、あの時は遡ること何年前ですか、初めてドリームハウスができたのは。ですね、本当の元祖は小針の木なんですけれども。あ、そうなんですね。はい、家の方で、はい、上の娘が3歳で、下の娘が2歳ぐらいの時に、21年前に始めまして、はいはい、で、1年経って寺尾 の, ドリームハウスっていうのに、また再始めて、はい、子供小さかったんですけど、今うちの子25と23になりましたので、本当育児とともに、はい、ずっとやってきました。じゃあもう人生そのものがドリームハウスっていう感じがしますよね。そうですね、自分もなんか心元気になりたいなと思って、なんか一軒家借りてね、みんなボランティアで育児中の人と一緒にやっていて、自分も元気になって子供を愛せるようになりましたし、あと来てくださる、誰でもどうぞっていう場所なので、日々来てくださる方がお元気になられて、はい、子供たちも大きくなりましたね。私も本当子供が小さい時に連れて行って、はい、あの子もね、今上の子が中3、下が小5さんです、はい、そうですね、上の子も連れてたし、下の子も連れてきましたね、そういえば。で、佐渡から友達が来た時も、しんごさんのことをよく知ってて、合わせてって言われて連れて行ったこともありましたし、本当にもう子育て界のもう第一人者といっても過言ではないですよ。もうママさんがね、本当に、まあ、救いって言っちゃあれですけど、はい、ね、駆け込みじゃないですけど、悩んでる時にね、しんごさんに話を聞いてほしいっていう、はい、ママさんいっぱいいたでしょ。そうですね、ね、なんか本当に初めてお会いするのに、涙を流しながら、なんか辛さを吐露してくれたり、で、うちの場合は赤ちゃんをこういろんな人が抱っこしてくれるので、ママが来たら、子供たちを他のボランティアさんとかみんな抱っこしてくれたり遊んでくれたりするから、ママたちがこう子供からちょっとね目離してね、ゆっくりおしゃべりできるし、そうそうそう、はい、そうなんです。そしてまたいい、ね、もう楽しいおもちゃがいっぱいありますよね、子供さん向けの、ね、はい、木のおもちゃとか絵本とかもすごいたくさんあって、でママの喫茶コーナーみたいなと、そうそうそう、あと漫画本もね、いっぱいあるんです。あと古着、当時はね、古着もあったんですよ、こうリサイクルのね、はい、ちっちゃい子でサイズは何から何までみたいな感じでいっぱいあって、そうですね、そういうのもすごい良かったし、流しそうめんみたいなイベントもしてましたよね。あ、そうです、そうです、イベントもね、なんか
こう夢とか特技なんて、まあ、そんな余裕ありませんみたいな感じでいらっしゃるんですけど、ドリームハウスに来たいる人がみんなママたちが結構好きなことをやっているので、それを見て触発されて、実はなんかこんなことしたかったんですって言って始められたり、そういうこうお仕事につながるような夢のきっかけもたくさん、ありますね。はい、そうですか。そんなドリームハウスがね、今やなんかたくさん増えましたよね。そうなんですよ、ドリームハウス、ドリームハウスってみんなこんな名前をつけて、で、まあ、寺尾のドリームハウスは、まあ、元祖ドリームハウスの、はい、私も20年経つと子供が大きくなったので、あの本当に現役ママたちが 20人とかでこう、ずっと一緒に頑張ってきた人たちがいるので、その現役ママたちに、ま、お任せできるようになって、で今はもともとやりたかったあのガバジコっていう名前の由来にもなるんですけど、が障害者外国人の方で、ガバのバがおばあちゃん、でジがおじいちゃん、で子が親子、はい、でその私が作った造語なんですけど、そういう人が一緒にいて、いわゆるこうなんか自分なんか社会にいてもいなくてもみたいな、こう孤独感とか社会からの疎外感が自分も辛かったんですね、育児中なので、そういう人たちが一緒にいることでこう出番ができるというか、張り切って誰かのために役に立つっていう生きがいを持てるといいなと思って、そんな場所を、去年、去年から、去年からガバジコって動き始めて、NPO 法人を立ち上げて、今年の4月から地域活動支援センターということで、新潟市の補助金をいただきながら、はい、ドリームハウスクルシアっていう、クルシアはね、はい、四つ坊屋にあるんですけれども、私も一度お邪魔して、はい、あれはキムチ作りの時かな、キムチ作りがあるってことでお邪魔したら、すごい素敵な場所で、あんなんなんですかね、古、まあ、民家。古民家をなんかすごくおしゃれにリノベーションして、ステンドグラスがあったり、あのペレットストーブがあったり、趣ありますよね。大人のなんかママがちょっと子育てをちょっと落ち着いて大人になった大人になったママがゆっくりできるところをね欲しかったんですね。大体じゃあ、はい、ターゲットはどのぐらいですか？40代以上、そうかもしれない。今来てらっしゃる、まあ、そのさっき言ったガバジコセットの、ね、方もそうだし、ママたちで言うと幼稚園小学校にお子さんが上がったような方とかからはこう来てくださってますね。もうクルシアっていう意味は名前の由来、はい、ずっとこうぐるぐるっていうのをやってて、ドリームハウスの中で、はい、みんながありがとうがぐるぐるするエコマネーみたいな、循環するの、そうです、ね、循環するなんか お金みたいな通貨みたいなのがありまして、そのぐるぐるっていうのがいいなと思って、で濁音よりくるくるがいいなと、くるで、あとシェアするシェアで、クルシェアって名付けたら、それも造語なんですね。そうなんです、なんかおしゃれな感じで、すごいマリコワールド。そうなんです、はい、で、あとは東出来島の方にも、ドリームハウスホープ、はい、これは希望のホープですね。あ、そうですね、はい、これもどういった施設なんですか？ですね、ここがこう主にこう生きづらい方っていうかね、例えば精神障害とか、あと引きこもりとか不登校の方とかがすごく多いし、今多いですね、なんか誰もがいつなんかこう鬱になったりとか、どうなるかわからないし、自分自身だって元気なければしんどいし生きづらさを感じるので、そういう方たちが小学生とかそういうちょっと30代40代の方とか、が中心でなんか来るようなところがあったらいいなと思って、でそのことでお母さんが救われるっていう、やっぱり、寺尾のドリームハウスに来てたお子さんたちも、もう20歳になる子がいたりね、うちの子もなんかももう25になっているので、そういったママたちとずっと付き合ってる中で、子供が不登校なんだとか、ちょっと引きこもりがちでとかっていうお話を聞くことも増えたので、そういう流れと、もともと自分がやりたかったガバジコの世界、いろんな人が来る世界とこう、まあ、交わって、顕著の近くっていうことで、
すごく素敵なお家を、お借りすることができたので、そんな居場所もまた去年から新たにやってます。あともう一つ西区の黒崎の方にあるあの、はい、避難者交流施設、あそこもね何か携わってますよね、どういうことされてるんですか。はい、避難者さんとずっとその震災のね後の当時から関わらせていただいていて、で新潟市が避難者さんのための施設をやるというのを8年ぐらい前からおっしゃった時に週1回とか関わらせていただいて、避難者さんがこう親子で遊びに来た時に、何かこうお母さんが手作りした、してパッチワークをね今は大人気で、はい、この番組にも出てくれた後藤真子さんもね、やってくれてますね。第2第4火曜日、はい、明日もあります、チクチクの会とか、はい、そんな感じでお子さんと遊んだりとか、それだ誰もが来ていいんです、いいですね、はい、そんなところもやってます。すごいですよ、そのパワフルなエネルギー。そして今日はね、白いドレスに真珠で、とっても綺麗なんですけど、歌ってくださるんですよね。歌の活動もやってる。なんかこんな、感じで。いつから歌を歌い始めたんですか？ですね、2年くらい前に、もうずっと、もともと子供の時から歌が大好きで、だけど40になったら急に声が出なくなってきて、あんまり。でやばいって思ってボイストレーニングを受けたいなと思ったのが、2年か3年前 で受けたら皆さんがなんか歌ってくださいって言ってくださるようになったので、じゃあ新たな使命かもしれませんね、生まれてきた意味。あ、そうですね、なんか伝えたいと思ってですね、はい、じゃあ前半は、子守歌を歌ってくださるって、どんな子守歌ですか。はい、私と友達で作った曲なんですけれども、普段子育てしてる時に愛してるとか大好きとかママは言う余裕がなかなか言えないですよね。そうなんですよね。なので寝る前の子守歌を歌う時にその言葉を散りばめたら自然に毎日伝えられて子供もあーって安心するかなと思いまして、そんな子守歌を作りました。2つ、はい、では続けて歌っていただきたいと思います、はい、よろしいでしょうか、その場で大丈夫ですか。はい、はい、ではお願いします、はい、生まれてくれてありがとう。あなたが生まれたあの日、世界で一番幸せだった。あなたの笑顔を見たくて、ただただあなたを抱きしめた。輝いて
とうございます。一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事人。今日はドリームハウス代表の新保真理子さんをお迎えしています。素敵な音ありがとうございました。自作なんですね。作詞作曲、ね、あ、私が作詞で、はい、作曲が別の方で、育児中のパパですね。へー、はい、パパさんが作曲したんですか。はい、素晴らしい曲で、ね、なんかこうそれを聴いて眠りたいっていう、ね、やっぱり曇り歌だけにね。そうですね、赤ちゃんに歌うと、うん、泣き止んだり、やっぱりおとなしくなるんですよ。なのでこれもなんかぜひなんか CD かなんかを、もういつか作ってですね。まだ作ってないんですね。そうなんですね。これからじゃあ、また第二弾の夢が、はいはい、もう赤ちゃんがスーって寝るなんか CD 作ったらママが喜ぶかな。そうですよね、確かに。だってその私が子育てまだね悩み中の時に、はい、慎吾さんのドリームハウス行った時に、うんうん、もうね夢をもう着々とねこう語ってたんですよ、その頃、はい、で今着々と叶ってるじゃないですか、はい、ドリームハウスが増えて いろんなところのねママさんにこう救いの手をね差し伸べて、そしてまたご自身もね、うん、歌を歌って生き生きとされて、はい、うん、で新潟日報のねアッシュの方でもコラムが掲載されていて、はい、なんとこの盾、はい、本ができたんです、はい、じゃーん。あなたのままで、はい、いいじゃないですか、はい、夢が叶う居場所ドリームハウスの20年ということで、はい、その20年を綴ったわけですね、うん、そうですね、なんていうんでしょうか、お寺尾のあの様子の写真とか、うんとコラムですね、はあ、アッシュに書いてたコラムと、うん、あと何よりその最初のやっぱりボランティアでね活動してた最初の5年って、まあ、一軒家を構えてるので、うん、すごく大変だったんですよね。でその居場所をでもやっぱ作りたい人っていうのはたくさんいらっしゃると思って、うん、その居場所を作りたい人のこう背中を押したいなと思って、うん、その1年から5年の大変な時期の体験談を、うん、書いてます。じゃあもう子育て世代にはグッときますね、絶対。そうですね、読むと。あ、そうなんですよ、うん、もうお母さんが授乳しながら片手でこうもう2ページで終わるんですコラム、なのでこうやって読んでもう3分ぐらいでこうやって授乳しながら癒されるといいなと思って、はい、作りましたね。でも本当ね、この帯がすごい、こんな辛い育児は嫌だっていうのが書いてあるんですけど。そうですね、そうなんです、すごく辛かったんです。すごく辛かったんです。でも辛かったところにご自身自らそういうね居場所を作るってなかなかに大変でしたよね。そうですね、うん、5分も自分の時間がないのじゃないですか、育児中って2歳と0歳の子を抱えて立つ、もう立ちっぱなしですし、そうそうそう、なんかね、ご飯も立って食べてましたね、私も。そんな中で、なんかまあ始めるっていうのは、うん、逆になんかそれだけ大変だからこそ、こう集中して、うん、もう24時間、毎日もう365日ドリームハウス、ドリームハウスみたいな感じで、逆にそれがもう、なんかそれが、うん、張り合いになって、変わる。ね、ちょっと子育てで嫌なことがあったりしても辛いから頑張れ、うん、頑張れたっていういいバランスだったんですね、じゃあ。そうですね、下さんにとってそれが、うん、なんかその思いが叶うか叶わないかも分からなかったわけですね、うん、最初の準備と2年は。 でもそれが逆に集中することで子育てにまた向き合えるというか、うん、はい、それがあったからやってくれたんだと思います、夢が。この本はどこでお買い求めになれますか？はい、はい、ありがとうございます。本屋さん、県内の本屋さんでも売ってますし、うん、あとアマゾンでも買えます。おー、アマゾンでも。はい。ぜひ皆さん、子育てでね、悩んでる方多いと思いますので、はい、ちょっと読んでみていただいて、はい、あ、私だけじゃないんだって思いますよね。そうなんですよね。うん、あ、いいんだよっていう、とにかくいいんだよ、そのままで。うん、いいんだよ。夢を叶えていいんだよっていうことを伝えたくて、歌も歌ってますし、ね、本も書いているしっていう、はい、本当そうですよね、はい、いや本
当に今虐待が多いじゃないですか、うん、この間もねとっても痛ましい事件がありましたよね、うん、そういうニュース見るたびにどう思われます、うん、とにかく、うん、そのよくお母さんがした場合はそのお母さんも責められることが本当胸が痛くって、そのお母さん の, 手を叩く人じゃなくて、その手を抱きしめる人、子供に向かうその手を世の中を叩いちゃうようなね、なんか厳しいじゃないですか。それだとその繰り返しになっちゃうので、そうじゃなくて、私もなんかそうして欲しかったんですけど、その手をこう抱きしめて欲しかったんですね。で、ああ大変だよね、わかるよって、よく頑張ってるねって言ってもらえたら、その手が止まる、子供に向かう手が止まるって思って、いつも。いやなんかこのね、割と自分の近くなんかだったりすると、うん、あー足りがないから一人でもね、うん、そういう味方がねいたら、こんなことにはならなかったんじゃないかなっていつも思いますね。そうですね、私もできることをしたくて訪問もやってます、うん、あそうですか、はいはい、いやそうなんですよね。やっぱり悩んでるママさんたちって、うん、自分から出ていくっていうのがなかなか厳しいかもしれないと思ってて、私ももう殻に閉じこもってましたもん。ですよね、うん、見た目はニコニコ笑ってるけど、もう家に帰るとズーみたいな感じでしたね。私はうもうとにかく家にいたくなくて子育て中、そうですよ、ね、家にいるのが一人になって、もう子供と向き合うしかないじゃないですか、はい、だからそういうドリームハウスとかいろいろ出てましたね。工夫してね、出れる人はいいんだけど、やっぱ出れない人のためにね、何かこう手を差し伸べる何かがあるといいですよね。はい、はい、そうなんです、うん、で先ほどねお話しされましたけれども、音楽活動を始められて、はい、恥ずかしいんですけど本当に3.11 の、ね、防災のイベントの時も一緒だったんですけれども、ね、本当にステージで聴く慎吾さんの歌で本当に癒されましたね。あ、そうですか。そういう方多いと思いますよ。ありがとうございます。次の夢は CD ですね、はいはい、そうですで毎回ねこのゲストにお聞きしてるんですけど、はい、人生を楽しむコツ、はい、何でしょうか。はい、ですね、うん、もうなんかもう今この瞬間を楽しむっていうことに集中すると、うん、もう未来ってその繰り返しじゃないですか、はいはい、なので今この瞬間本当にやりたいことは何だろうとか、うん、まあ小さい話で言うと、こっちのご飯とこっちのご飯どっち本当は食べたいんだろうとか、分かります、はい、直感ね、それがすごい素直に、うん、その値段とかそういうのもちょっとだけ見るけど、それ以上に本当は食べたい方をなるべくこう食べると、うん、なんかこういい循環が、なんか欲しいものにも出会いやすくなるような感覚があって、うん、で本当の自分の声、うん、気持ちに毎日この瞬間瞬間に寄り添っていくとすごいね、なんかこう生きやすくなりますね。自分に正直にですね、うん、じゃあそうですね、楽って楽しい、うん、楽しいって書きます、はい、なんでなんか楽しいワクワクする方を選ぶと、結局楽になるんですよね。なるほど、気持ちが楽しいを選ぶと楽になる。もし忙しい、時間的とかね、うん、体的に忙しいとしても、うん、楽しいのは楽に感じるんですね。なのでなんかそういう基準みたいのを、うん、に素直に生きるようにしてます、ね、素敵やっぱり食べるものも着るものも会いたい人も、あ、そうですね、ね、素直に心のままにあなたのままでですね。あ、そうです、そうなんですということで、はい、今日はねドリームハウス代表の慎吾真理子さんお話伺いましたが、最後に、はい、とっておきの歌をご披露いただきたいと思います。この歌は、ですね、うん、これは私作詞作曲なんですけれども、うん、思いを叶えるためにっていう曲で、まさにそうやって素直に動いてたら、ガバ事故っていうのをやりたいなって思った時に同じような気持ちの人とバーッと巡り合えたんですよ。で、本当にその人
たちと今一緒に、そう生きづらい当事者の方と生きづらい当事者の方のためにっていう活動を、うん、あの地域こ、うん、活動支援センターという形でできてるので、うん、ね、できてるんですよ、うん、それで、ね、その人たちとやる4月1日から始まったんですけど、うん、その前の日の夜に30分ぐらいでできたんですよ、うん、この曲。では、はい、お時間もあれなので早速歌っていただきたいと思います、はい、お願いします、はい、思いを叶えるためにララ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 あなたが放つ光をまっすぐに受け止めて一緒に歩いていこうどこまでも遠くへずっと孤独な真暗闇の中自分がなくなりそうで怖かった何にもない自分には何にもない辛くて逃げ出したくなったあなたが放つ光をまっすぐに受け止めて一緒に登って行こうどこまでも遠くへあなたが生まれてきたからここまで生き抜いたから私たちは出会えた思いを叶えるためにありがとうございました。新保まりこさんでした。